外れた。イルが釣れました。釣れました。今回も大ごとダム来てます。で前回ね、紹介させていただいた、新しいルアーをちょっと試してみたいので、こちらでやっていきたいと思います。とまず使うタックルはいつもの、2万円スピニングタックルですね。ワスマン XT の 266mm ラリーと、島のナスキ HGS、 こちらのタックルでやっていきます。でまず最初に投げるのがこちらですね。構造スピン、スピンテールジグ、使い方はデラクと同じような形で投げて表層ただ巻きたいと思います。外れた。構造スピン、デラクと同じぐらい調子いいですね。
ったのに。スキンが甘いな。足元いるな。風があるんで、糸吹けが、ダムの、水がこう流れ出てくるところに今来たんですけど、まあそんなに水深はないんですが、魚影がありまして、バスもいて、船もいて、ギルもいてって感じですね。まあ、ちょっとここからだと高さがあるんで、まあ、あっちの浅いところを降りて、そこから、まあ、ここ一直線で投げれば狙えるのかなって感じですね。なかなか良さげなとこちょっと見つけたんで、次ね、来た時ちょっとできそうだったらここも狙ってやってみたいと思います。では今日はこれで終わりにします。最後までお付き合いいただきありがとうございます。